天竜浜名湖鉄道。天竜浜名湖鉄道株式会社。天竜は、真名湖鉄道は、静岡県の鉄道会社。本社は、静岡県浜松市天竜区の天竜二俣駅に、所在。旧国鉄特定地方交通線二俣線を、前進とし、静岡県遠州地方の浜名湖北岸を走る、鉄道路線、天竜浜名湖線を運営する。 当線の沿線自治体などが出資する第3セクター企業である。TH2100 型は2001年、平成13年に TH1 型を置き換える目的で登場した。全長18.5メートルで座席はセミクロスシート。ドアチャイムがついている。駆動機関は米国カミンズディーゼル社の N14R を1機搭載、変速機は変速一覧。 直結三段の日立ニ個トランスミッション聖託雲マイナス33の1601を搭載している。低速域からの直結段投入とパワーオンシフトによる燃費と加速力の向上が図られている。台車は二軸駆動で一部の車両には急行バイク間の空転対策として砂巻き装置が設置された。最高速度は時速8 5トル。一時車は th2000 型として登場したが、後に th2100 型に改版された。新潟鉄工所で NDC で NDC 発の t i ス対応となっており、当時最新鋭の技術が盛り込まれていた。新潟トランシス製となった二次車は、ブレーキ回路の二重系統化や、ドア部に LED 表示が設置されるなどの改良音が施された。4次車では、ドアチャイムが変更され、 独自車では2回なるものに変更された。2001年より全14両を投入して TH1 型を置き換え、現在も主力車両として運行中。なお登場に際し、塗装デザインを募集していた。寄せられたデザインをもとに現在の塗装が決められている。構造は TH2100 型とほぼ同じだが、団体列車運用を想定し、転換クロスシート、 AV 設備等を備えた特別車両。団体運用がない時は一般車両としても運行される。一両のみが製造された。車体の外装デザインは一般から公募されたもので、白ベースにブルー、オレンジ、グリーンが鮮やかに彩られたカラフルな車体デザインとなっている。宝くじの助成を受けて導入されたため、宝くじ号の表記が入っている。なお、この車両は、 t h 2 1 0 0系3次車に近い時期に製造されたためドアチャイムは th2109 までと同じである。なお t h 9 2 0 0系の92は宝くじの9じから取っている。th3000 型は1995年平成7年に輸送力増強用に増備された車両で th3501 と th3502 の2両が投入された。th3502 は2008年2月より旧車扱いとされていたが、2010年9月に廃車、解体された。JR 東海に習いカミンズ車製のエンジンを搭載。クリーム色にオレンジの濃淡のストライプという外装で登場時は異彩を放った。残る th3501 は、 2006年頃後術のトロッコ列車、そよ風に合わせた図書区に変更された。合わせてトロッコ列車牽員のため砂巻き装置が設置されている。天浜線の現行車両の中では唯一窓が開けられるタイプである。なお、主力の TH2100 型とはブレーキの形式が異なるため連結不可である。TH1 型はかつて 天竜浜名湖鉄道に存在した機動車である。天竜浜名湖鉄道開業時、国鉄二股線からの転換時の新造車両で、いわゆるレールバスである。全15両存在したうち、TH 後継車両への置き換えが進み、予備車として最後に残された2両、TH106TH211 も2005年11月末に廃車された。統計式は、 コスト削減のためバス用部品が多用され、それがゆえに老朽化が進んでいた。そのため、t h 2 1 0 0系への導入とともに廃車となり2004年10月16日に定期運用を終了。なお末期には固定運用となっていた。翌日2004年10月17日には、ありがとう TH1 型という記念イベントが行われた。 当該イベントの際には2両編成での運行となり、乗車したまま転車台などを体験する企画である。また、3編成並べての写真撮影会も実施された。定期運用終了後も TH-106TH-211 が残存していたが、2005年11月16日に TH-106 が、11月22日に TH-211 が旧車となり、 11月29日に2両とも廃車となった。2006年春にミャンマーに譲渡され、V2525V2526 として、現在も使用されている。整理券は、現在のバーコード式整理券ではなく、乗車駅も印字されずに数字のみを印字したスタンプ式、整理券だった。方向幕は回転幕式である、トロッコ列車。 トロッコヨカ税号用で本来は THT100 系 THT200 型という形式名である。JR 貨物所有であった無害化と時2万5000を種車として当時の名鉄重商工業の工場にて改造が施行された。各部品には長良川鉄道の廃車から発生した運転台名鉄 HL 車の乗務員扉、微灯。 国陸鉄道級型車の全小灯等が使用されていた。動力はなく、専用動力車の TH211 に、牽引・推進を委ねていた。TH211 の廃車後は TH3501。ブレーキ装置は、動力車の TH211 などに合わせた直通空気ブレーキに改造され、空気圧縮機は搭載せず動力車側から、 圧縮空気の供給を受けるものとしていた。岐阜から天竜ふ股またまではトレーラーによる陸路で搬入された。2005年度から登場したトロッコ列車弁当は外観がこの車両をイメージしたデザインで価格は1000円、税込み。2007年に大枠に亀裂が入っていたことが判明し運行を取りやめた。その後も運転再開に向けて関係者の尽力が 続けられたが、結局財政上の問題などから、運転再開はならなかった。修復するには、単位の費用がかかることが判明している。大人普通運賃、小に半額、10円未満切り上げ。2017年3月現在、友人駅をはじめとする一部の駅では貢献を発行するほか、転車台見学では見学記念貢献を購入しての見学となる。 通学定期に限り、2010年度より、通学ジャストパスという終了日、指定定期を発行している。2013年3月15日から31日に、2013年度、4月1日から2014年3月31日、中有効の全線フリー定期、年間フリーパスを平日昼間用を1万円、と休日終日用1万5千円で発売。 それぞれ500枚限定で、県面には、天浜線宣伝部長と書かれており、購入者を、天浜線宣伝部長に移植して、天竜浜名古線の魅力を広めてもらう。2003年、平成15年4月から、天竜観光協会からの委託で、遠州天竜船下りとして、天竜川川下り事業を行っていた。運行区間は、浜松市天竜区米沢から、二たた、 飛留大橋の約6キロメ6 k m 天竜観光協会の前身である二股町観光協会が1948年昭和23年に開始した川下りを引き継いだ。船には動力、エンジンがついていることから一般旅客定期航路として認可を受けている。自動車運送事業も行っているが天竜二股駅から川下り乗船場と 川下り下線上から天竜二股駅を結ぶ無料送迎バスを運行しているためである。なお、2011年8月17日に5人が死亡した転覆事故の影響により川下り船は以降の運行を中止した。その後、安全管理の確保に必要な新たな人件費がかかること、2011年3月期で当事業は117万円の赤字になっており、 鉄道事業でも1億9355万円の赤字となるなど川下りを立て直す余裕はないとて事業廃止の方向性が示され同年11月の取締役会で川下り事業からの撤退を決定した浜松市や静岡県は補助金の活用や他社への委託などを検討したが有効策は見つかっておらず天竜観光協会も 後継となる事業者が見つからないため廃止を受け入れるとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。